皆さんこんにちは。今回は SAOIF と SAOVS で違う点があるので、ちょっと比較するための表を作ったんで、ちょっと見ていこうかと思います。まあ、その前にちょっと IF と VS で同じ点とか似ている点もあるので少し見ようかと思うんですけど、あのプロデューサーが竹内 P っていう人なんですよ、どっちも。なのでちょっと似ている点もあるのかなって思います。あとガチャ天井がない、ストーリーはどっちもオリジナルっていうのが同じ点で、まあ昔 SAOIF やってたっていう人も今本当にあのパワーバランス調整とかあって全然違うゲームみたいになってきてるんで、ボスの仕様とかも変わってきて本当にね全然違うので、バグとかもかなり修正されたし、なので昔やってたっていう人もまあ一度触ってみるのもいいと思います。まず最初に SAOIF と SAOVS の決定的な違いというか、まあ、ジャンルですね。まず SAOIF は MMORPG で、 SAOVS は 3D アクションゲームですね。まあ、さっき言ったようにどっちのゲームのプロデューサーも竹内 P なんですけど、その竹内 P が言ってたんですが、 SAOIF と SAOVS は違うジャンルのゲームなんで、もう楽しみ方が違うみたいなんですよね。SAOIF はストーリーが終わった後に、まあみんなと主に周回していくっていう感じのゲームになるんですよ。まあレベリングだったら階層フィールドのサブクエスト周回、モブ倒したりとかで、本当にその後強くなるためにはボス周回とかになって、で SAOVS は戦闘だけですね。なんかクエスト受けたりストーリー進めるってなったら急に戦闘フィールドに入って、で敵がまあアクティブ状態っていうか、まあ襲ってくるみたいな、自動で。あれでも自分から攻撃しないと攻撃してこない敵もいるんだっけ、あれどうなんだっけ、わかんないけど、まあとにかく急にその戦闘フィールドに行って、まあ例えばなんかその階層フィールドとかでなんかみんなとゆっくり戯れるみたいなことはできなくて、戦闘に重きを置いたゲームですね。で次にストーリーですけど、まあ VS もストーリーは全然あるんで、まあ、ただちょっとねこれ表作ってったんですけど、俺やっぱり SAOIF についてね解説してる動画とか主に上げてるんで、このチャンネルそういう感じなんで、まあ IF の方が詳しいからすごいあの文章とか細かくなっちゃうんですけど、まあ IF はストーリーがアインクラッドを攻略していくものになってるんですよ。実際にその1層から始めて、まあ、最初はね一層一層ねクリアしていけるようになってるんですけど、まあだんだんね一層ずつずっとそのアップデートで更新していったら100層まで何年かかるんだよみたいな、10年以上かかるんじゃねえかみたいな言われてたんで、まあ途中からはちょっと階層飛ばし飛ばしになってったんですけど、まあアインクラッドを順々に攻略していけるゲームとなっていて、でアニメはアインクラッド75層で終わってしまったんですけど、SAOIF では100層まであるんで75層以降のストーリーも楽しめるようになってます。で運営は100層以降も構想が立っているって言ってて、で5周年となる11月30日から100層後の新章がスタートします。まあ、次の階層は56層なんじゃないかとか、その飛ばしてった階層を間埋めてくんじゃないかみたいなの言われてるんですけど、まあこの11月30日までどうなるか分かりません。でアニメの SAO とね話の大筋は変わらないんですけど、まあ IF ですね、 SAOIF っていうゲームタイトルになってるんですけど、この IF っていうのがもしっていう意味でかかってて、まあインテグラルファクターっていうゲームなんですけど、この略して IF なんですけど、これがもしっていう意味でもなるから、もしっていう意味と被ってて、もし自分がそこにいたらどうなるかみたいな物語で、でなんか序盤で亡くなるはずだったディアベルがなんか少しだけ長生き、まあ完全に亡くなられたっていう描写がないんで、もしかしたら生きてるかどうかもわかんないんですけど、今のところもそれ以降出てきてないんでちょっとよくわかんないですねっていうのがあったり、まあ、サチがずっと生きていたりっていうのがあって、まあアニメの SAO と異なる部分も多くて、そういう点も楽しめるゲームとなってます。まあイベントとかでもねストーリーがあったりで、 SAOVS の方のストーリーはまあアインクラッドじゃなくて、クロスエッジっていうゲームに入るっていう、まあ、そういうゲームをやっていくっていう設定なんですけど、そのアンダーワールドで出てきたゴブリンが最初登場して、でなんかアンダーワールドの情報は民間人が得られるものではないはずなのに、なんでこんなゲームが作られてんのかみたいな感じで物語が進んでいきます。
で、なんかラフコフみたいな人物も出てきたり、なんかゲーム内である特定の乱入者に負けると記憶が奪われてしまうっていう噂があって、それを確かめに行くみたいな感じっぽいんですよね。で、次にやることの多さですね。 SOIF はもうすぐ5周年になるゲームなんで、本当にやることが多くて、もう本当にやり込み要素が豊富すぎて、いくらやってもやることがなくならないくらいで、これ永遠にやってられんじゃないかみたいな。まあでもこう、廃課金でやり込む人は例外だがって書いてあるんですけど、よほど課金してもうよほどやり込んでる人もうそれでも大変なんですけど、よほどそれくらいやってないとマジでやることなくならないです、この SAOIF っていうゲームは。ただ一方でこの SAOVS は実装されたてなのでやることが少ないです。まあリリース初期なんでこれは全然しょうがないです。 SAOIF ももう最初出たばっかの時は最高レベルが50だったんですけど、その時は本当にやることないって言ってユーザーが離れてったりしたらしいんで、まあ今最高レベル190なんで、もうレベル上げするだけで大変かもしんないですね。で、登場キャラの違いなんですけど、まあごちゃごちゃ書いてあるんですけど、ざっくり言うと SAOIF はオリジナルキャラクターですね、自分でキャラメイクをしてやるゲームで、 SOVS はキリトとかアスナなどの SAO のレギュラーキャラ、そう、登場キャラが使える、まあ、キャラゲーみたいな感じですね。で、まあ、ちょっとあの書いてったんで読んでいくと、まあ、キリトやアスナなどの SAO レギュラーキャラをアシストキャラとして連れていけるけど、動かすのは自分でキャラメイクしたアバター、まあ、これが SOIF ですね。で、まあ、なんか衣装のガチャとかあるんですよ、衣装着せ替えられる、まあそのレギュラーキャラ SO レギュラーキャラの着せ替えとかもできるんですけど、まあそういう着せ替えができるやつが引けるガチャとかもあるし、まあ無料ガチャとかそのアバターのね衣装のガチャとかも出たりすることもあるんですけど、まあ、あとはそのゲーム内でストーリーとか進めていくと、その迷宮区周回できるようになって、その迷宮区を周回するとなんかそのアバター衣装が作れるようになったり、なんかカオスボスダンジョンっていうイベントダンジョンで周回するとなんか生産できるようになるんですよ、そのアバター衣装みたいなのが。まあそういうイベントで作れるようになったりとかもあるんで、あと衣装だけじゃなくて武器アバターっていうのもあって、わけわかんない武器、なんかでっかいマグロを装備してそれなんかブンブン振り回すみたいな、マグロの斧とか、あとはなんか夏祭りイベントで金魚すくいに使うなんていうのポイみたいなやつとか、なんかスイカの種いっぱい飛ぶ武器とか、わけわかんない武器アバターとかもあるんで、まあそれも面白いと思いますね。あとは IF ではアインクラッドに出てこないはずのキャラがなんか出てきたり、なんか序盤に亡くなられたキャラがずっと生きてたり、なんでこんなとこで出てくんのみたいなキャラもねいたり、 SOIF オリジナルキャラクターも何人かいて映画にも出たりしてる。そう、今年この動画撮ってるの2022年なんですけど、今年出た暗き夕闇のスケルツォっていう映画にもなんか SAOIF オリジナルキャラクターが出たみたいで、まあその SAO プログレッシブとちょっと似てる部分もあるんで、 SAOIF のストーリーはプログレッシブでアルゴって出てくるんですけど、やっぱ映画で結構出てくるんですけど、 SAOIF でもかなりね頻繁に出てくるんで、で SOVS の方はキリトとかアスナなどのレギュラーキャラが自分でね動かせるん で、 でパーティー編成は、まあ、キャラの組み合わせによって特別な会話が発生するっていう風になってるみたいですね。で、まあアクセサリーの装備とか衣装のカラーバリエーションとかが選択できるんですけど、まあなんか今後のアップデートで追加されていくようですね。で、まあ最近はシノンも追加されて、まあこの動画撮ってる時点ですけど、あとはライラっていう SOVS オリジナルキャラクターもいて、まあこれからどんどんなんか追加されていくんじゃないかなって思います。次に行けるフィールドですね。 SOIF だと、まあ、さっき言ったようにアインクラッド100層まで実装されているんで、まあ、行けるんですけど、まあ、オンラインの人とサーバーが同じだったら会うことができます。で交流したりできます。もうなんかネットゲーみたいな感じで、まあ、俺このゲーム始めるまでネットゲーとかやったことないんですけど、このゲームで初めてねなんか人と交流するみたいなのができて嬉しかった記憶があります。でスクショする機能もゲーム内で備わってて、なんか自由にね写真撮ったりとかできるんで、であとは階層フィールドのモブ狩りとかできたり、それでチャットしながらねできたりとか、あと最大6人パーティーでねモブ狩りとかボスの周回とかできるん で、 であとはやっぱ非戦闘フィールド、あの48層のリスベットブグ店とか、まあ、50層のアルゲードっていうところにも行けるし、まあ、釣りのフィールドもあったりしてね、いろいろあるんで、でそれに対して SOVS はとある天才中
中学生がデザインしたとされるクロスエッジっていうゲームをやるっていう設定なんで、まあ、アインクラッドに行くことはできません。ただまあ戦闘とかね、この何かクエストやストーリーをやるといきなり戦闘フィールドに飛ぶっていう感じなんで、まあ、戦闘中心っていう感じですね。まあ、SOIF はギルドがあって、パーティーがあって、パーティーチャットやギルドチャットがあって、個別チャットまでできるので SNS 性が高く、まあ誰だか言ってたんですけど、なんか戦う SNS みたいな表現をしてた人もいたんで、このゲームは IF で、まあ階層フィールドとか、例えば始まりの街天威門広場っていうところでよくイベントがね開かれてたりするんで、まあそういうところでね、たまたま人に会ったりするとなんかお話できたりしてね、知ってる人と会えたりするとね、なんか話したりして楽しいんで、でまあギルドがあるので、ああのギルドに入ってる人かみたいな感じでね、ちょっとね Twitter とかでもね繋がりやすいんじゃないかと思います。まあ、ゲーム内でもね、ああのギルドの人ねみたいな、前ちょっとギルドの体験させてもらったんですけどみたいな、なんかそのギルドの雰囲気を知るためにギルド体験っていうのがあるんで、最初1週間だけお試しでちょっとギルド入ってみませんかみたいな風習があるんで、まあそれでその体験行ったことがあるっていうのあると、ちょっとね仲良くなりやすかったりとかするんで、でまあ SOVS はなんか他のプレイヤーとの交流みたいなところはなんか今のところなさげなんですよね。なんかフレンド機能とかもよくわかんないし、なんか繋がれるような機能って今のところないらしくて、まあ、やるとしたらなんかランキングの順位で争うくらいなんじゃないかなみたいな言われていますね。で次にパーティー構成ですね。 SOIF はまあさっき言ったように最大6人パーティーでできるんですけど、まあ、例えば、まあ、SOVS で出てきたグリームアイズ初っ端出てくるんですけど、まあ、それもねストーリー進めてって74層までいかないとできないんですけど、まあ、そのね74層の迷宮区でグリームアイズ出てくるんですけど、まあ、最大6人で力を合わせて倒すことができます。まあ、その74層の、まあ、グリームアイズのボス部屋まで行く道とかもね、あのアニメで出てたと思うんですけど、まあ、そういうのもね景色見ながら進めていくので SAO 好きな人は楽しいと思います。でギルドランキング戦っていうのがあの定期的にイベント開催されるんですけど、まあ、それなんか大規模な大会みたいな感じで、まあ、ギルドが最大30人まで入れるんで、最大30人でレイドボスと戦うことができます。であとは最近の環境だとなんかまだ知らない人も結構いるんですけど、上の階層だとタンクとかバッファーデバッファーヒーラーブレイク要員みたいな役割分担も重要になってきてます。もうほんとねタンクがいないと誰もやんないまであるんで、でまあバッファーデバッファーヒーラーはまあ兼用、タンクがバッファーデバッファーもやるみたいなのも結構あって、まあいろんなパーティー構成があるし役割分担とかねあって楽しいです。で SOVS は SO のキャラクター3人で構成して自分で全部ね編成します。でスイッチでキャラを入れ替えつつ敵の攻撃を弾きながら戦います。まあ敵の攻撃を弾くっていうか、なんか敵の攻撃が無効になったみたいな、なんか実際弾かれたように見えないかもしれないんだけど、まあそういう仕様みたいな、なんか竹内 P が言ってたけど、このゲームのねプロデューサーの竹内 P 言ってたんですけど、まあそういうアニメのスイッチがやっぱ敵の攻撃を弾きつつキャラを入れ替えて戦ってる感じだったんで、まあその原作者 SAO 原作者の川原歴先生もスイッチには2種類だっけな、なんか種類があって、敵の攻撃を弾くためのスイッチと、まあ、SOIF みたいにダメージをどんどん伸ばしていくようなスイッチがあるみたいな話だったんで、まあなんかそれを意識してこの弾く方のアニメスイッチを意識して、まあ、アニメスイッチっていうかそういうスイッチね意識して作ったみたいですね SOVS で。ストーリー中盤からはヒーラーが重要らしいんで、まあ、ヒーラーのねキャラとかもね入れてね戦うのがいいらしいですね。火力出すキャラとか回復できるキャラね、それの組み合わせが重要。まあ SOIF だとあの持っているスキルレコードの組み合わせ、スキルレコードってソードスキルとかアビリティっていうものの組み合わせが大事。まあどっちもね組み合わせが大事なゲームみたいな感じがします。次にね何で競い合うか、まあさっき言ったそのギルドランキング戦ですね SOIF は、まあ、あとはツイッターなどでスクショ貼って、まあなんかボスを倒した時のタイムとかが出るものがあるんで、まあ迷宮区とか、まあ何かしらタイム出るやつで、まあスクショ貼って俺のが早かったじゃないけど
うわすごい早いんですねすごいみたいな感じの、まあ、交流ができたり、まあ、釣りっていうものがあるんですよ SOIF は。で釣った魚の大きさスコアで競ったり、まあ、釣り大会イベントっていうものもたまにねイベントで開催されるんですけど、まあ、その釣り大会イベントでそのランキングがね作られたりするんで、そういうのも楽しいんじゃないかなって思います。まああとはねディフェンスバトルっていうイベントがあるんですけど、たまに出るんですけど、まあそういうのはね倒した敵の強さとか数の多さで、まあ、ランクが決まったりします、パーティー内で。で次に SOVS は、まあ、まだ実装されてないんですけど4人で行われるバトルロイヤル機能っていうのが、まあ、そのうち出るらしいんですけど、まあ、それが解放されたら面白いんじゃないかなって思います。今のところ競い合うとしたら、まあ、ランキングのイベントですね。でもまあそれはね累計スコア方式って言って、まあ、やればやるほどねスコアが溜まってくやつっぽいので、まあ、なんか時間の許す限り頑張れば誰でも上位に行けるんじゃないかみたいな、誰にでもチャンスがあるんじゃないかみたいなことは言われてますね。でまあそのバトルロイヤル機能はキャラの強さの調整とかアビリティの強さの調整とかを、まあ、アップデートで徐々にしていって、でそれらが終わったら、まあ、本シーズンとしてバトルロイヤル機能が実装されるらしいです。ちょっと慎重なんですかね。でまあ次はスカルリーパー戦が来るらしいんで、まあ、バトルロイヤルが来るのはまだまだ先かもしれないって言われてます。で次にリセマラですね。まあリセマラは SOIF だと、まあリセットするたびに毎回アプリ消して入れてってやらないといけないんですけど、まあ SOVS はアプリを消さずともできるらしいんで、でまあ SOIF はリセマラしなくても楽しめるけど本当に強くなりたい人はまあやった方がいいみたいな感じですね。まああまり課金しない人とかはした方がまあ強くなりやすいんじゃないかなみたいな。あとはスキルの種類数が多いんですよ。やっぱもうすぐ5周年っていうのもあって、もうスキルがいっぱい出てるんで、だからリセマラでどれを狙うかっていうのもちょっと難しくて、まあそういう感じの、まあ、動画とかねたまに出したりはしてるんですけど、まあ、リセマラねどこで妥協するかとかどこまで強いスキルを狙うかっていうのをいろいろね選べるんで、ただ現環境最強のスキルを狙うとするとめちゃくちゃ大変ですね。でそれに対して SOVS はリセマラはさほど大変ではないんですよ。なんか初めの10連は何回も引き直しができるんで、運が良ければ1時間かからずに終わるらしいです。まあでもねどっちのゲームもなんかリセマラしなくてもなんとか楽しめるんじゃないかな、なんとかっていうか全然楽しめるんじゃないかなみたいな感じがしたんで、まあそれはね本当にしてもしなくてもっていう感じですけど、本当にね強くなりたいんだったら、まあリセマラした方がいいのかなとは思います。あとは次無料オーダーですね。今ね SOIF 無料オーダーめちゃくちゃやってるんですけど、まあ、5周年始まる前にね始める人はね今のうち引いてから5周年に入った方が今やってる無料オーダーがね引けるん で5周年入っちゃうと今やってる無料オーダーもう引けなくなっちゃうんで、始めるなら、まあ、早い方がいいと思います。でね5周年の11月30日で出る無料オーダーもかなり豪華なんで、で SOVS はサービス開始したてっていうこともあって、まあ、ガチャのラインナップ種類数がまだちょっとね少なくて、まあ、それでかわかんないけど、まあ、無料オーダーがちょっと出てない感じがしたんで、まあ、次にねガチャ演出ですね。まあ IF はね VS と比べるとかなりねそのシンプルというか、まあでもガチャ演出ねあすげえって思うところもねあるんで、まあ、あまりね簡素な方っていうことだけでちょっとね締めくくるのはまあどうかって思うんですけど、まあちょっとね SOVS のガチャ演出があまりにも凝ってるので、ちょっとそれと比べるとね簡素な方かなとは思います。次にねスイッチですね。ちょっとね SOIF のスイッチを語るともうこれだけじゃマジで済まないくらいバーってどんどんかけるんですけども、これでも抑えた方なんですよ。まあこれはね VS の方先見ますか。敵の攻撃が来た瞬間にねタイミングよくスイッチすると、まあ、その攻撃を弾きつつキャラを入れ替えられる、まあこれジャストスイッチっていうんですけど、スイッチでキャラ入れ替えてスキルクールタイムを待たずにソードスキルを打てるようになります。まあ SOIF もねスイッチは、まあ、ボーナス攻撃的な感じで敵に攻撃するたびに、まあ、スイッチゲージっていうのが溜まってって、まあ、SP っていうのを消費してソードスキルを打つんですけど、それを消費せずに、ね、スイッチっていうのが打てるようになるんですよ。
で、まあこのスイッチ最大6人パーティーでできるんですけど、そのスイッチ連携がね面白くて、まあ誰かがスイッチした後にその制限時間内に、ね、なんかチェインチャンスっていう表示があるんですけど、まあその間にね他のパーティーメンバーがスイッチを打つことでどんどんねチェインがつながっていく、スイッチ何チェイン何チェインみたいな、2チェイン3チェイン4チェインってつながってって、どんどんダメージが上がっていきます。で SOIF は5周年でもうスイッチが2段階まで貯められるようになるんですよ。最初から2段階ってスイッチゲージが1段階貯められた後にまた2段階分まで貯められて、でまあオーバーチャージっていう熟練度スキルがあるんですけど、まあ、5周年になったら3段階まで貯められるようになるみたいなことも運営が言ってて、まあどうなるかちょっと楽しみですね。であとは5周年で登場するアクセルスキルってやつ、まあこれもねなんか SOVS と同じような動きができるって言われてるスキルなんですけど、まあ覚醒みたいな感じかな、 VS でいうところのなんかスキルが打ち放題みたいになるみたいな感じで、スイッチゲージを2段階まで貯めてからスイッチ打つとなんか起動して、その間になんか他のスキルを打ちまくれるみたいな、まあ限界突破しまくったスキルじゃないとできないっていうのはあるんですけど、まあその他にもねスイッチを敵に命中させると発動するスキル効果があったり、あとは片手直拳ではねスイッチで効果が起動する熟練のスキルあったり、スイッチの威力が上がったりねするんで、片手直拳でスイッチ打つと強かったりね、まあいろいろあるんですよ、スイッチで何かが始まるみたいなのが。まあそれぞれにねそのスイッチのね面白さがあると思うんで、別々にねそういう楽しみ方ができるんじゃないかなと思います。で次ソードスキルのバリエーションですね。ざっくり言うと SOVS はソードスキルの種類数があまりにも少ないですね。で SOIF はもうソードスキルガチャで引けば引くほどどんどん新たな攻撃モーションが見れて、めちゃくちゃ見てて楽しいですね。めちゃくちゃっていうか見てて楽しいですね。まあ、SOIF はオーダーでソードスキルを引けば引くほどねどん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 見れて、多分600種類以上出てるんじゃないかと思うんで、まあ、今ね無料オーダーとかも引けるから別に課金できなくてもいろんなね攻撃モーションを見ることができると思います。でまあ IF は100層が近くなってきてから、まあ運営は上級者向けコンテンツっていうのを意識してるのか、まあ、なんか上級者向けコンテンツっていうのをなんか課金しないとなかなか強くなりにくいみたいなのあるじゃないですか。まあ、そういう感じかわかんないんですけど、まあ、属性耐性があるボスしか出てこなくなってきて、本当に特定の属性のソードスキルでないとなんか倒すのがね早く倒すのがまあ難しくなってきてるんですけど、まあ、特定の属性のスキルを持ってなくても、まあ、時間さえかければ倒せるんで、まあ、それにね楽しさを感じるっていう人もいて、まあ、楽しみ方は人それぞれですね。まあ、85層以上が本当にやばいんですけど、まあ、属性耐性あるといっても61層74層とかそのあたりは全然ね、あの耐性があっても、まあ、助動、まあ、迷宮区には難易度が2つあって助動と奥地っていうのがあるんですけど、助動の方は耐性そんなでもないから全然ね戦えるん で、 SOVS はガチャがねキャラとアビリティのみ でキャラはそのソードスキル2つしか使えないんですよ、1つのキャラにつき。でまあ、使うキャラによってソードスキルが決まっていて、でガチャを引くほどソードスキルの種類が増えるっていうわけでもないんですよ。でも今のところはなんか配布スキルでも十分強いくらいで、まあ、このスキル持ってないと戦えないみたいなことはまだないですね、リリース初期っていうのもあって。まあでも VS もねどん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 ねそのアップデートを重ねてってすごい高難易度みたいなのがどんどん出てったら、特定のスキルじゃないと戦えないみたいなものも、まあ、出るかどうかもちょっとわかんないですね今のところは。え次敵を行動不能にする機能がある。まあ、ざっくり言うと SOIF はブレイクっていう機能で行動不能にできて、VS はパリーっていう行動で行動不能にできますね。でまあ IF はブレイクできるボスとできないボスがいて、まあ、ブレイクゲージっていうのがあるボスとブレイクタイマーがあるボスがあって、まあ、ブレイクゲージっていうのはボスに特定の属性のスキルで攻撃していくうちにブレイクのゲージっていうのがどんどん溜まってって満タンになるとボスが行動不能になるってやつで、ブレイクタイマーはボスが大規模な攻撃をしてなんか踏ん張ってる時に変なタイマーみたいなのが出て、そのタイマーをなんか削り切るみたいな、なんかゲージが出てきてそのゲージを削り切るとなんかブレイクできるってやつ、そのスキルブレイクっていうんですけど、そういうのができるボスもいる、まあ、ブレイクができないボスもいるんですけど、でまあそのブレイクに成功すると一定時間ボスが行動不能となります。で SOVS はパリーっていうのがあって、ボスが特定の攻撃をしてきた時に戦闘中にタップっていうボタンが3つ連続でね3回出るんですけど、
それをねタイミングよく連続でね3回押すとパーリーに成功するんですけど、まあこのねタップっていうボタンがねちょっとね反応が悪いんじゃないかっていう声も今のところあるんですけど、まあこれからねちょっと改善されるんじゃないかなって思います。でボスを一定時間行動不能にできる感じですね。で次レベル上げの違いなんですけど、 SAOIF だと最初版はレベル上げるだけでも強くなれるんですけど、ゲームを進めていくとだんだんレベルが本当に上がらなくなっていくし、上げたとしてもステータスがあまり上がらなくなってくるんですよ。あまりにもステータスが高すぎてレベル1上げる分だとあんまりステータスが上がんなくなってくる感じですね。序盤と同じくらいのステータスの上がり度合いなんで、レベル1上がってもだからさらなる強さを求めるなら熟練度スキルっていうものを上げたり、強い武具作ったり、インゴットとか指輪っていうものを作る必要があるんで、まあいろんなことができて楽しいんじゃないかなって思います。でそう、単純なレベル上げだけではあまり強くなれません。まあ強くなれるのはやっぱ序盤だけですね。で SOVS はまあ多少適当にレベル上げて、まあ、あのガチャで引いたスキルとか強化してってやれば、まあ、それなりの難易度でもまあ勝ててしまう感じなんで、まあ、でも最近なんかエクストラっていう難易度が出たんですけど、まあ、俺はそれちょっとやってないんで分かんないんで、まあ、それがねちゃんとした編成じゃないともしかしたら勝てないかもしれないですけど、ちょっとそこまだ分かんないんで、まあ、知ってる人とかいたらねコメント欄で教えてもらえるとありがたいです。次実装されている機能なんですけど、まあ、SOIF は1周年でバーストスキル、2周年で覚醒スキル、3周年でモッドスキル、4周年でコネクトスキルで、次の5周年でアクセルスキルが出ます。このバースト、覚醒、モッド、コネクトってもうすでに使えるんですけど、まあいろいろねできるんで、またねインゴットを武具につける機能もあって、これ武具連成っていうんですけど、まあ、そういうのもあったり、あの装備セットにはね武具以外に指輪っていうのも装備できて、でその指輪っていうのもね効果が発揮したり、なんか指輪専用のアビリティみたいなのがあって、指輪にエクストラアビリティっていうのを装備できてっていうね、いろんなね機能がね実装されてます。あとはね戦闘だけじゃなくて、なぜかね22層のねあのイベントマップっていうところなんですけど、まあ戦闘が一切ないフロアなんで、まあ、西田さんとかいるところなんですけど、そこでね釣りもできます。あのキリトとアスナの家もあります、22層のねイベント常設イベントマップに。で SOVS は攻防一体のスイッチ、まあ、さっき言ったキャラの入れ替えのやつとか、まあ、敵への攻撃でどんどんね覚醒ゲージが溜まってって、で溜まりきると覚醒できて、で、まあ、覚醒するとスキル攻撃が一定時間クールタイムなしで打ち放題になって、最後にね強力な必殺技フィニッシュスキルっていうのが使えて、であとはまあバーストっていうのもあったり、敵の攻撃を弾くパリーとかあったりっていう感じですね。次にねカメラの視点移動、これ SOIF は自由にできるんで、まあ、ロックオン切り替えは画面上の敵タップすると、まあ、なんかできるんですけど、まあ、やりにくいなっていう部分もねたまにあったりするんですけど、まあ、SOVS よりはまだなんとかなる方かなっていう感じがしますね。まあ、コネクトスキルっていうのを打ってる時になんかタップしてもなんか反応しないなっていうことはあるけど、まあコネクトはあんま使わないしいいかなっていう感じですね。で次に SOVS は、まあ、なんか自由にできない感じがしました。まあ、視点切り替え、視点移動みたいな、あの敵のロックオンみたいな切り替えがちょっとやりにくかった。通常攻撃で敵に近づく感じだったんで、まあ、ダッシュなんかステップみたいなのでなんか避けるっていうのはあるんですけど、ステップで敵に近づくっていうのはなんかやりにくかったですね。でなんか自分が攻撃し終わった後なんか硬直みたいなのがあるのか、なんかステップでちょっと避けづらい感じがしました。なんか攻撃終わった瞬間すぐステップで避けたいけど、なんかステップするまでにちょっと時間がかかるみたいな、なんかそんな感じがね個人的にねしました。続いて強くなるためにやること、 SOIF の方はまず現在出てるねメインストーリー階層攻略っていうのを全てクリアするっていう感じで、でもなんか今はねもうストーリー全部クリアしてることが前提みたいな、そういうの当たり前みたいな風潮になってて、でまあ今の環境だと希少ドロップアイテム、なんか武装石とか名所とかって言われるやつを手に入れるためになんか何回も何回もボス周回するみたいなのが中心なんですけど、まあイベントのボスを周回したりとかモブ狩りの周回とか階層フィールドでモブ狩り、22層で釣りとか、まあ、できることがたくさんありますね。まあ、それに対して SAOVS はストーリーとかクエストを進めていって、
得られた強化素材で自分のあのガチャで引いたスキルとかを強化してってレベル上げてってとかそういう感じですね。でメインストーリーを進めていくとガチャ石がもらえて、まあ、それでガチャを引くって感じですけど、まあ、ガチャ石はかなりね多めにもらえる感じがしました個人的にですけど。で次スタミナですね。 IF には基本スタミナ機能はないんですけど、まあ、VS はちょっとねやり込んでいくと、まあ、スタミナが足りなくなってくるらしいです。 SOIF の方は、まあ、スタミナ機能あるとしたらアシストキャラってやつなんですけど、別にアシストキャラ使わなくてもね全然普通にできるんで何も困ることがないですね。で SOVS の方はなんかスタミナ機能が時間で回復、なんか時間経つと回復したり、まあ、スタミナバッテリーっていうのを使ったり、まあ、バリアントクリスタルかガチャ石か、ガチャ石使ってたりするらしいんですよ、そのスタミナ回復するのに。でまあなんかレベルアップで全回復して、で元々あったスタミナもねそのまま使えるみたいな感じになるけど、レベルが上がるとなかなか上がらなくなるらしいです。そのスタミナ回復しなくなるのかな、そこまではちょっとやってないんでわかんないんですけど、まあランキングイベント走ってる人はだいたいねその石を使ってるらしいですね。これガチャ石かならしいです。だいたい SOIF と VS の違いはそれくらいなんですけど、まあそれ以外にもね SOIF にはこんなものがあるっていうのがあるんで、まあさっき、まあ、見たかサチがずっと生きてるとか、まあアインクラッドでヒースクリフがわけわかんないタイミングで出てくるとか、まあさっきちょっと言ったか、まあ、あとはなんかエイプリルフールイベントってなんか前にあったんですけど、なんか綺麗な牙王とかわけわかんないものが出てきて、なんかジャンピング牙王とかっていう、なんかジャンプしてその浮遊時をアインクラッドを登ってって100層を目指すっていう意味わかんない設定のミニゲームが、まあ、4月に、ね、出たんですけど、まあ、復刻としてねまた4月になったらできるんじゃないかなって思います。期間限定でできるんで、まあ、出るのかなわからんけど。でねもう IF って一時期差収するんじゃないかとか言われてたんですけど、もうね100層来る前に俺終わっちゃうと思ってたんですよ最初。まあでもねこういうね YouTube とかねあのやっててね頑張って盛り上げようと思ってやってきたんですけど、もうねコラボとか来る前に終わると思ってたのが、ちょっと前にねテイルズコラボが来たん で、あと映画連動のイベントとかもね毎年っていうか去年ね星なき夜のアリアっていうあの SAO プログレッシブの映画のね第1弾の時もあったんですけど、まあ SAO のゲーム内でね看板とか出たりね宣伝のやつが出たり、まあ面白いんですよ。で100層まで実装されました。でまあちょっと前までねその映画の宣伝の看板がここら辺にあったんですけど、まあもう終わっちゃったみたいですねもうちょっと早く動画撮ればよかったかな。まあここがね一番最初ね第1層の始まりの街のテイモン広場、これ時計塔とかあるじゃないですか。まあこういうのあったり、これキリトが二刀流になった時にグリームアイズっていうボスを倒したじゃないですか。その時の階層なんですけど、ここ74層なんですけど、こういうねフロアに実際にね行けたりするんで、あとはキリトとリズベットが一緒にね武器を作るために行ったこの55層ですね、この雪山のところも行けて、まああのキリトとリズベットが戦ったあの白竜ですね、ゼーファンってやつとも戦うことができます。あとはキリトとヒースクリフが戦ったこのコリニア闘技場っていうところが、これ75層にあるんですけど、こういうところにも行けたり、あとは75層のフロアボスがスカルリーパーですね。アニメあの75層で全部終わったんですけど、アインクラッドクリアできたんですけど、その時のねあの骨みたいなやつ、まあねこういうのとね戦うことができます。あとはもうね100層が実装されてるんで、100層の攻撃級っていうところに行って、これ100層フロアボスですね、このアンインカーネイトオブザラディウスかっていうのと戦えたりします。これあれですね、オーディナルスケールで戦った100層のボスですね。でまあ大体言いたいことは言ったんで、動画これくらいで終わりにしようかと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。